皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は Steam で新たに発売されたこちらのライブザライフに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらは2020年9月17日に発売された、まだ早期アクセスのタイトルですね。 Steam の説明を読むと、どうやらライフシミュレーターなのかな。残念ながら日本語には対応してないんですが、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。あ、来ましたね。キャラクター男性か女性か選べるんだ。女性にしてみようかな。いろいろ変えられるんですね。アフロマスクにするか。まずは賃貸。毎週200ドルかかるって書いてあるな。これでいいのかな。アパートメント、本当にこうライフシミュレーター。あ、もう来たんだ。これが自宅みたいですね。街中だ。とりあえず右下に時間と曜日が書いてあるんだ。これ郵便受けかな。はい、メールん8号室なのかな。エレベーターありますね。8階ってことか。おお、4階、何階だろう。ちゃんとエレベーター稼働するんですね。意外としっかり作ってあるかも。ここか。一応4階みたいですね。自宅。何にもないな。ん？電源、こっから取るんだ。普通に AC 電源から。取るみたいですね。まだ何にもないかな。ここら辺の家具も揃えていく感じか。あ、睡眠マークとかいろいろありますね。あ、インベントリー。ご飯とかも食べれる感じか。なぜか服が。とりあえずいろいろ見ていきましょう。あ、なんかある。はい。開けてみましょう。ん？トイレ？あ、トイレ。あ、すごい細かく配置できるんだ。ここトイレにすんの？はい。あー、シャワーだ。あ、シャワーはじゃあこの辺りにするか。これってまた回収できるのかな？あ、回収もできるんですね。これでシャワー浴びれるのかな？おー、すごいすごい。稼働する、ちゃんと。あ、ちゃんと冷水、温水も変えられるんだ。服濡れちゃったと思うんですけどね。これも稼働すんの？ん？あ、トイレしてる。ただ、出ては来ないのかな。流せんの？水は出てこないけど音はしますね。あ、これでムーブできるんだ。なるほど。あ、いいですね。これ排水口がないけどいいの。まあいいや。いいじゃないですか。F で、メニュー。あー、座ったりとかできるんだ。ゆっくりできるんですね。ぼーっとしてる。あー、もう13時だ。はい。移動しよう。なるほど。いいじゃないですか。自宅ここですね。マップとかあんのかな？マップとか特に出てこないけど。なんか大渋滞になってますね。大丈夫？人がいる。あ、ハローって。
話せるんだ。怖いな、近いな。あれ、アンノンネーム。あれ、特に選択ができない。ハローって言いたいんですけどね。ダメだ。あ、クローズド。なんかあっち側行ってみましょうか。ここは何？ストアだ。お金は？なんこれ。あ、これで買えるんだ。でもお金今持ってないですね。お金はどうやって稼ぐのこれ。待って。コインランドリーがある。これもできんの。あ、これでいけるんだ。一応今1000ドル持ってるんですね。とりあえず回すだけ回してみるか。あ、1分間でいけるんですね。あ、なんかご飯食べなきゃいけない。とりあえずお金持ってるみたいなんで、ご飯を食べたいですね。意外と街広いのか、これ。車が。だいぶ動きが不自然な感じですけどね。ここら辺はなんか治安悪そうですね。なんだ、ここ。あ、眠くなってきて。ちょっと待って。いろいろと。やばそう。なんだ、ここ。入っちゃいけないところっぽいな。あー、待って、スタミナがもうない。これやばいですよね。寝てから散策した方がいいか。ちょっとこの、ボブヘッド、頭の揺れが激しいから、酔いやすそうだな。ウォルギャングフロア。あ、開く。あー、なるほど。壁紙とかフロアマットを変えられるんだ。なんか適当に買ってみようかな。でもそんなお金が。これ買おうかな。買った。ん？ああ、待って。箱から出しちゃった。ん？あ、いた。夜ですね。あ、待って。ジョン・ダイナーがある。あれ、どこ消えた？買ったフロアが消えたんですけど、どうすればいいのこれ。動かなくなった。ちょっと。謎ですね。やり直しか。よし、今ですね、最初からちょっとやり直してるんですけど、エスケープキーでいろいろ見れそうですね。ここでステータス見れたり、あとは、これか。ジョブ。これをどっかで仕事をもらえばいいのかな。で、あとセーブもありましたね。セーブしときましょう。もうスタミナがあるうちに、ご飯とあと仕事ですよね。それを探そう。お金があれば家具とかいろいろ買えそうだからな。これそうですよね。ジョン・ダイナー。ああ、いいですね。ハロー。あ、ジョブって書いてある。ジョブ探してる。ああ。どういうこと？で、ご飯は？ご飯食べれないっぽいですね。仕事は受けれんのか。あ、いた。ここで、ジョブもらえんのかな？ああ、8時から20時で仕事もらいましたね。そしてこれなんか、後ろ向きに歩くとスタンドが出てくる。とりあえずここにベッドとか置いていくか。メタルベッドは、ここら辺置くか。結構部屋広いですね。怖いんですけど、このキャラクター。あ、寝れるそう。
ちょっと ベッド使わないの とりあえず寝てる。あ、スリープマックスになった。ご飯食べたいですよね。とりあえず汚れてるみたいなんでシャワー浴びよう。ここだけ大渋滞、人も通れなくなってますね。あー、これはいろいろやばそうだな。とりあえず仕事場に行ってみましょう。ご飯が欲しいんですけどね。あー、なんか来た。あー、なるほど、これでご飯が、ここでつまみ食いするか。ウェイターになれるわけですね。ああ、なるほど。これで取れるんだ。スタート。あ、音楽はなし。音楽は消しときましょう。音楽もここでいじれるんですね。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。あ、来ましたね。オーダー？ Can I take a order？ ハンバーガー。オッケー。ちょっと待って。ハンバーガー1個。あー、美味しそう。バーガーアド。ちょっと自分用のやつも頼むか。はい。あー、こんな感じなんだ。できた？あ？あー、エッグできた。これ食べよう。まかない飯ですね。これ食べたいんですけどね。また、あ、置けたかな。どっか消えた。あれ、ハンバーガーは？ちょっと待っててください。ハンバーガー。オーダーしたんだけどな。ん？あー、できた、ハンバーガー。はい。あれ？ハンバーガーどこ消えた？あれ？ハンバーガー消えた。ハンバーガー次こそは渡しましょう。帰っちゃうぞお客さん。よし、ハンバーガーどうぞ。あ、こういうことか。はいはい、サンキューベリー。あー、食べてくれた。オッケー、いけた。よし、ライス。あー、ご飯美味しそうですね。これ何、カレー？自分のご飯をあれしたいんですけどね。なんだこれ、まずそう。見た目がひどいな、これ。美味しくなさそう。とりあえず、はい、オーダー。はい。あ、で、お金払ってもらわなきゃいけないんだ。あ、お金来た。あー、はいはいはい。あ、これで、なるほど。チップをもらってるのか、8ドル。はい。でお金もらうと。もうお仕事いいかな。このお仕事飽きたんですけど終わりにしよう。お疲れ様です。先上がります。もうひどいな、これ。ご飯も食べれないし、どうすればいいの。あー、ここでご飯食べるか。やっぱご飯食べれないですよね。ちょっとひどい。とりあえずちょっとまだまだこれからな感じなので、今後の開発に期待しましょう。ということで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。